Yeah.
くなって何を言うと改めまして、さすまこです。やす、まさかね、こんな、2022年が待ってるとは思いませんでした。本当にありがとうございました。彼と僕ね、まだ出会って今年だよな。まあ君は一方的に俺のことを知ってたかもわからないけど。もちろんでございます。私は君のことはずるさん全然知らなくて。去年バンヘイレンが亡くなった去年だっけ？2000、何年でしたか。もう1年前の。2年前ね。それでさ、わあバンヘイレン、まあまあね、彼が癌でいろいろ闘病されてて。まあいろいろ大変やっていうニュースは読んでたんやけども、わーと思っててね。それでまあ亡くなって、次のその日か次の日に YouTube を上げてバンヘイレンって検索したら、彼の動画がトップでバーン、バンヘイレントリビュート、なんか3時間ぐらいやってなかったか、追悼、あ、はい、やってました、ね、追悼のなんかもうなんていうの、生で、はい、ライブ配信、ライブ配信ない、何曲だったの時？あの時ファーストアルバム全曲と、まあ、このバンヘイレンサミスが200曲ぐらいやったんや。まあまあそうですね。それをね、新原さんが見てくれてたと、ね、嬉しかった。感動して。で、何もんか分からなかったのね。実はまあそのプロデューサーの前にも見てたのよ。バンヘイレンでなんかえらい、なんか評判の人がいるっつって。それで 見てたんやけども、この人の動画ってさ、こっから下でさ、でも腕でしか映ってないわけよ。そう、全員ね、僕の下半身見てるんですよ。そうだね。300万回再生。で、まあ、さつまってこう、ローマ字表示したのがさ、なんか日本が好きな、外人だと思ってた、外人っていうか、なんか、どっかの国の人だと思ってたわけ。だってさ、腕毛抜くじゃないやん。熊のような見てしてるんだよ。でも、あの時毛抜かれな。まあそんなことどうでもいいんだけど、だからいつもてっけん僕はもうね、イタリア人かメキシコ人だと思ってた。この腕の腕毛のこの感じはもうメキシコやな。もう剛毛のさ、もうグッ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 もうええから、このメキシコ人すごいなあ、ね、まあ、ね、まあ、僕は母親が鹿児島なんです。ああ、なるほど。だから、まあ、鹿児島の人はね、まあまあ毛深いです。でこれお前な、こんなんお前ゴルゴ13にしか出てけないからこんなん、こんなんお前、こんなんお前漫画見たらお前気持ちよくすごいな、これお前野良でもすごいんだ。狙撃したいお前、お前も出ないか、胸毛ないんです。胸毛ないの？胸毛ないの？何やそれ。何を言おうとしたんや、忘れたもんだよ。まあだからまあまあ、それでちょっと俺もそのイタリア人とメキシコ人に思ってたからね。それであの日あんた顔出たんや、腰抜かしたんや、顔見た時に。何やしなさい、全然直すなんやん、顔いじるやん、日本人の顔してるやん。ええこと言うて、その通りやまだいじるわ。まあまあそうそう、そうそうそう、まあまあそうなんやと。薩摩さんって言う人やん、ね、寝屋が、寝屋がって言われたのよ。俺も大阪出身やからね、むっちゃ親近感受けたら湧いてさ、そうかと思って、まあまあ、もうあんたのやつ見倒したから、俺。うわー、ありがとうございます。ケタルシーじゃないけど。ほんで、あのね、あの、僕のことをブログで書いていただいても。書いてない。ただ、彼のことがヤフーのニュースかなんかなってて、あ、そうですね、はい、なんか結構な涙、著書きの記事やったね、あれ。あ、そうですか、ありがとうございます。なんか、はい、なあんまり覚えてないけど。どこまでほんまか分かりまへんねん。こんなんやかけないっすな、びっくりするよ。俺も喋っててびっくりした自分で。ほんでな、あのあれや、それでまあ注目してて、したらヨヨカちゃんっていうね、この子供の天才ドラマがいるんですよ。ヨヨカちゃん、まあまあまあ すごいね、はい、彼女も YouTuber ドラマーで一躍まあもう世界的スターになってね、はい、もうあのロバート・プラントが腰を抜かしたというすごい女の子がいるんだけども、彼女が渡米をすると、もう私はもうアメリカでやるんや言うて、それでその渡米するにあたって最後の日本ツアーをしたい言うて、最後っていう、ね、言い方かな、変な、アメリカ行く前に日本ツアーをしたいいうことで、でオファーが来たのよ。ほんでもうちょうどアドレスもなくて、あ、ねえよ大丈夫よ言うて、
それでツアーすることになって、初日が新潟やったんですよ。で、新潟でこう、新潟の駅に着いたら、向こうの方から煙くじらのおっさんが手振ってるんよ。誰やな、ね、しかもね、それほんま、何の動物やねんって想像してまえんだよ。煙くじらの、まあ、あの、熊のなんか見ごりみたいな手振っとんねんかね。いやいや、薩摩ですが、あ、君が薩摩かいってね。その時は初対面だね。そうです、ね。で、まあ、それで新潟を皮切りに、あの女のいろいろ4カ所でやって、もうすっかりもう、もう、フォーリーラブですよ。恋に落ちるんですよ。私ね、ホモじゃないですよ。ホモじゃないです。もう女大好きなんですよ。でも、今回は、君に恋したよ。まあ、そうやってね、ソウルメイトを思ってるんですよ、もう。なんかね、なかなか、あ、こんな、あの、気の合う人ってなかなかいないですよ、ミュージシャンなんか特にね。それで、まあ、あの、もうツアーが終わって、最後は京都やったよな。で、もう終わって、もうお別れやな、言うて。それで、ゆうかちゃん頑張っといて、言うて。で、もう彼ももう帰りますわ、言うて。帰るのか、寂しいな、言うて。またなんかやろうや、言うてな。もう大概こういう時って口でいけないよ、ミュージシャンって。嫌ねん、嫌ねん、嫌ねん、嫌ねん。まあもうやろうよ、はい、わかりました、飲む飲む飲みましょう言うて、やれへん。もうまあもう60なんか超えたら全然せえへんよ。君とはやりたかったよ。ありがとうございます。来たんだよ、あんたら。本当に来てもらったところ。ちょっとね、アコースティックな感じなんで、もったいないかなって、彼のね、ロックの感じが出へんかなと思ったけども、よし、困ったらもう、大フューチャーや言うて。ここはね、もう君のためにいろいろ、私もネタに、曲がいっぱいあったんで、バンエレンで。これでもう、オファーしたら、もう、これを、ニーハラさんやりましょう、言うて。で、今回は、実現したということで、ね。ほんまどうも、OK! ありがとう。めっちゃ幸せやな。ありがとう。もう明日は明日で、はい、君の店、食いに行こうから。ここに、さて、東京の目の前にね。まあ、そのことは楽屋でいい話だな。okay、 そんなこんなで、さすらくんでーす。まあ、それで、まあ、この編成で彼が来てバンヘレの曲ね、まさかユーリアレカッタミとかもね、ヤバキにかへんやん。アイモンファイヤーとかさ、ホットティーチャーとか無理やん、ね、だからなんかこうキーボードマジでできへんかなと思った。サミー映画の頃なんかええ曲よきゃやんやて、俺好きだったから、いや、やろうかよなって。でも俺も、この曲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 って選んだんよ。やろうかっこええね。もう並べたらむっちゃかっこええ。で、これ送ったらもうみんな、やれやれましょう言うて。で、俺言うたはええねんけど、コピーしたらサミー映画むっちゃむずいよ。聞いたかって。次の曲ね、俺途中崩壊するから。ニーハラさんまでだよ、どうもね。ね、あのバンヘルの中でも結構難解な曲の一つやろね、先生、違いますか。はい、これはね、もうリズムが難しいんで、ね、16分の1拍9譜から始まるから、うん、もうこのね、半田素直さんとコウさんのこのそうコンビネーションすごいですよね。コウ君もうどないしないのさ、なんか食らわなってくれ。大丈夫か。考えてました。あ、何分の何で16分の1一泊休むから15分の一泊ルート3やん。何言ってんの。頭ちょっと変な感じなんですよ。でもこれ間違いじゃないから。頭変な感じですよね。あれペースの人遅れてるやんって。遅れてないんですが、まあ、その辺のところも聞いてください。 Right now thank you.
します。